こんにちは、サードロです。今回は皆様に力を貸していただきたくて動画を撮らせていただいております。 で早速内容に入っていくんですが今現在僕が参加させていただいているこちらのドームズデイキング決定戦ですねこれがそもそもどういうイベントなのかわからないであったり参加の仕方がちょっとわかりづらいですって声をいただいていましたのでそちらについてご紹介をしていきますでまずこのドームズデイキング決定戦の内容についてなんですがこれはもちろん僕自身にもメリットがありますし参加してくださった方にも得点が準備されているイベントになっていましてまずイベント期間としては はこちらですね2023年の12月15日から1月14日まで開催されているイベントになっていますで内容に関しては人気スマホアプリ Doomsday のイベントに人気ストリーマー4名が参戦応援したい同盟に入ってバトルに参加しようっていうことねまあ、要は配信者同士で 対抗戦をすするっってていいうものになっていますで、これに視聴者さんの力を貸していただいて、まあ、そのね、合計戦力で戦っていくっていう内容になっていまして、一応今回、競うメンバーっていうのが、こちらのマオトさんとメイドイン・おかんさんと僕ですね、で競っていまして、 で、あと1名ですね、いらっしゃったんですが、その方は今回ちょっと急遽で、ね、辞退となりましたので、今現在この3人で競っています。ね、一応内容としては、優勝したストリーマーですね、まあ、配信者には賞金50万円をプレゼントっていうことで、前回ロードモバイルっていうゲームでも同じような大会に参加させていただいて、まあ、見事ね、皆様のおかげで優勝することができたんですが、今回もそういった感じで優勝賞金50万円が準備されています。ねまあこれはね、もちろん僕が優勝した場合のメリットになるんですが、皆様に もう一応今回参加特典を準備させててていいいただいていまして僕の場合はこちらですね。えー、1位の方が任天堂スイッチ Switch の新品、スタンド付き缶バッチプラス直筆サイン色紙が1位の方がもらえまして、2位の方は任天堂スイッチラ Switch Lite の新品とスタンド付き缶バッチと直筆サイン色紙です、ね、を準備させていただいています。で、えー、3位の方は僕がね使ってた PDP アフターグロウスイッチワイヤレスデラックスコントローラースイッチワイヤレスプロコントローラーですね。まあ要は PDP プロコンですねをお渡し させていただいてあとはスタンド付き缶バッチと直筆サインですねで4位の方はスタンド付き缶バッチとサインまあ5位の方も同様の内容になっていますでこれに関しては僕のギルドが優勝しなかったとしてもあくまで僕のギルドの中で1位から5位に入賞された方がこれをもらえるようになっていますで今現在このイベントが開始して1週間経過しているんですが今トップを走っている方も無課金でプレイをされている方になりますで まだ一週間しか経っていないので、全然効率よく進めたりとか、まあ、しっかりね、プレイをしていただければ、全然トップ5狙える範囲にまだなっていますので、もしよければ皆さんも参加していただいて、一緒にゲームを遊んでもらって、まあ、この得点ですね、はもらっていただければなと思います。これは、 まあ、よく質問いただくんですが、うちの同盟が優勝してもしなくても、僕からですね、参加してくださった皆さんへのプレゼントになりますので、えー、5位まで入ってくださった方には、これをお渡しします。っていうのが、えー、イベントのね、まず得点の概要になっていまして、じゃあ、こういった、まあ、僕自身の優勝だったり、まあ、こういった同盟内のランキングがどうやって決まるのかっていう話についてお話をさせていただくんですが、えー、ゲームを進めていくと、こちらの戦力ですね、っていうのがどんどん上がっていきます。で、この戦力ポイントの合計、まあ、どれぐらい戦力 上げれたかっていうので基本的にはランキングを競っていきまして。 あとは同盟同士の競い合いに関しては本部レベルですねこれ後でご説明するんですが本部って言ってまあ一番重要な建物ですねのレベルをどこまで上げたかっていうので、まあ、競い合うっていう内容になっているので基本的に参加していただいた方はこの本部レベルですね建物のレベルと戦力っていうのをどんどん上げていっていただけると助かります次にどうやってこのイベントに参加するのかっていう参加方法についてご説明をしていくんですがまずはこのサイトを開いていただきますこれは概要欄とかコメント コメント欄のリンクに貼っておきますのでこのページをまず開いていただいて下の方に行くと え、ここですね。僕の項目があるので、このアプリをダウンロードをしていただくと、対応した端末用のダウンロードページに飛びますので、Android のスマホであれば、Play Store ですね。で、iPhone の場合は App Store。あと、PC でも一応プレイすることができるので、PC の場合は、そのままブラウザでダウンロードが始まるようになっています。で、アプリをインストールしていただくと、こういう感じでゲームが始まるんですが、まずは、この画面に従って、ひたすら、ゲームを進めていきます。で、基本的に、こういったゲームの進行、 そうですねっていうのは、まあ、チュートリアルになってくるので。 ま、そこまで見なくても大丈夫だよっていう方は一応右上にねスキップがあるのでこれを押すと結構時短にはなりますね。で、これでどんどんゲームを進めていきましてで、しばらくゲームを進めてチュートリアルを完了するとこんな感じで左下ですね。今チャプター1予想外の脱出っていうのが書いてあると思います。こんな感じで左下にチャプターっていうのが出現するようになりますので次はこのチャプターをチャプター5まで進めていただきます。で、チャプターの進め方に関してはこの左下のチャプターのところですね いいただいて、えー、ここをひたすら「GO」とかですね出てくるんで押して、まあ、ひたすらね言われた通りに押していくだけでチャプターは進んでいきますでしばらく進めるとこういう感じでゾンビとの戦闘になりますで、ね、この戦闘に関してはこの銃のこれですね このなんか縦みたいなやつを置けるので、これ置いとけば普通に全部クリアできますので、こんな感じで、銃貯まったらこれを置くの繰り返しですね。知っておけば全然勝てますので、これを繰り返しとくとスムーズに終わると思います。はい、そしたら、これで今左下ですね、チャプター見ていただきたくて、チャプター5ですね、までクリアをすることができました。で、ここまで来たら、僕の同盟に参加することができるようになりまして、左下の地球のマークですね、これを押します。 で、押していただくと、まあこんな感じでね、広くなりますので、左上の虫眼鏡ですね、このシャープ3 1 2 x 6 8 4 y 1 7 4って書いてあるところの虫眼鏡を押します。 で、そうすると座標入力っていう感じで数字を入れることができるようになりますので、ここにこちらですね、シャープが308、X が497、Y が143と入れていただきます。で、虫眼鏡を押していただくと、えこういう画面になると思います。で、まあ WBT とかね、まあ、サードライないじゃんみたいな感じになると思うんですが、このまま拡大をしていっていただくと、まあ、こんな感じでね、どんどん出てきまして、この中に、 こちらですね。先ほどお話しした座標のポイントに拡大をすると僕がいます。で、あとはこの僕の近くですね、とかもまだ空いていますので、ここで空いている地点を長押しですね、地面していただくと、こんな感じで移転っていうボタンが出てきますので、移転を押します。で、このまま移転ですね、押すと、 移転に成功しました。再度ログインしてくださいっていうことで、ゲームが再起動します。で、そのままゲームが再起動すると、まあ近くにいた僕はね、こんな感じでまたいなくなるので、もう一度ここで虫眼鏡を押していただきます。で、これでまたさっきと一緒ですね、もうシャープは308になっていますので、X が497、Y が143で押していただいて、また虫眼鏡を押して、そうすると次は霧がかかっています。なので、この状態でタップしていただいて、探索ですね。 の黄色いボタンを押していただきます。で、もう一回探索ですね。押していただくと、まあ、こんな感じでね、黄色く光り出すんですけど、このままちょっと待ちます。で、これで待っていただくと、こんな感じでね、霧がちょっとずつ晴れてきますので、これでまた僕の城が出てきます。 で、これで僕の城の名前が出たら右側のこの緑のやつですねを押していただくと、まあ、こんな感じでね、緑のアイコンが動いてるの見えると思うので、まあ、これが動き終わるの待ってもいいですし、ちょっと時間がね、ちょっとめんどくさいというか、待つのめんどくさいって方はこの撤退っていうのを押せばえ、すぐ戻すことができます。霧を晴らしてるやつですね。これが動き終わるまでちょっと待たないといけないので、これはちょっと待っときます。 でしばらく待つと、こんな感じで右側の緑のマークっていうのが消えていると思いますので、こうなったら長押ししていただいて移転ですね。を押していただきます。まあ、こんな感じでね、出てくるんですけども、この僕の近くすぎると現状ちょっと移転ができません。なので、この周りの円が今赤色になっていると思うんですけども、これが緑色になるところですね。まあ、今だったらここになるんですけども、まあ、ここ見つけていただいて、この状態で移転を押します。でそうすると、 まあこういう風に自分の城っていうかまあ家をね引っ越すことができますのでここまでできたらもう僕の近くですねにいる状態になりますのであとはこのまま僕の城ですねこれを押していただいてこの男の人のアイコンがあると思うのでこれを押しますでそしたらこのサードラ同盟っていう風に書いてあるみ右側ですねの虫眼鏡があると思いますのでここを押していただくと まあこういうふうに同盟っていう画面が開くんですがこの右下の申請ですねこれを押していただきます。 てすると、これで、ゲーム内の操作はすべて終了となります。あとは、まあ、時間がある時にゲームにログインしていただいて、やることとしては、この本部っていうものがあるので、ここを押していただいて、レベルアップですね。押していただくと、まあ、この本部のレベルを上げるために、じゃあ次、バリケードっていうののレベルを上げてくださいとか出てくるので、これをま、あ言われた通りにポチポチしていくっていう感じになります。で、これでまたレベルアップって押して、っていうのをずっと繰り返すだけですね。で、ま、あこれで本部レベル ってていうのを上げることができましてもしランキングで上位を狙いたいとかっていう方はこれと別でこれ今僕が実際にプレイしているデータになるんですがこの左側ですねに、えー、この建物ですねを建設するボタンと、えー、この研究ですねっていうボタンがありますと、えー、この訓練ですねっていうボタンの3つが ありますのでこの3つをひたすらポチポチしていただけるとかなり効率よく戦力上げっていうのをすることができましてその先ほどのランキングで競っていた戦力はここですね、まあ、ここの数字をどんどん上げていくっていうゲームになっていますであとはもしゲーム内のことであったり申請の仕方でわからないことがあればコメント欄にディスコードのグループ貼っておきますのでそこに参加していただくと 今、このイベントですね、一緒に遊んでいる人たちで連絡を取り合うこともできますので、興味ある方はぜひそちらも入っていただければなと思います。っていうのがゲーム側ですね。で、ここまで終わったら、最後に一点だけやっていただきたいことがありまして、先ほどのサイトの下の方に行くと、同盟申請フォームっていうボタンがあります。で、これを押していただくと、まあ、こういう感じで、Doomsday 対抗戦同盟申請フォームっていうのが出てきますので、ここに、 え、自分のメールアドレスを入れて、イベント特設ホームページを経由してアプリをダウンロードいただきましたかとか、これ、はいとか押して、どんどん進んでいただくと、こちらのウェブ上での申請もすべて完了となりますので、ここまで終わっていただければ、イベントの参加は完了ですね。ここまでで、だいたいまあ20分から30分ぐらい全部でかかるとは思いますので、まあちょっと大変だとは思うんですが、一緒に遊んでくださると嬉しいです。で、もしわからないことがあれば、まあ Discord もしくは Discord やっていない方は Twitter とか、まあこの動画 のコメント欄で連絡いただければ返信はさせていただこうかなと思いますのでえぜひ連絡もお待ちしておりますご視聴ありがとうございましたぜひ皆様のお力を貸していただけると嬉しいですバイバイ